収録者の皆さん、こんにちは。こんにちは。今回のサブカル51号は見ての通りウォーハンマーを使います。久佐、はい、さん、ウォーハンマーは、えー、ほとんど白と白とです。白と白とですね。はい、フィギュアがかっこいいのは知ってます。 フィギュアって言っていいのかどうかもちょっと分からないんですけどもそのめて、えっとじっくり伺いたいですがまずは由良さん来ていただきましたが簡単に自己紹介をお願いします由良弘明と申しますプロデューサーとか時々ディレクターゲーム関係のものもやったり映像関係もや今はメインはエリア35というそうですねはいタニーメタルをねタニーメダル作ったとこですせっかくなのでちょっとだけタニーメタルの説明をしてもらってターーンベスゲームで えとちょっとフィクション的な、えー、とモダンな戦闘を繰り広げるゲームです。はいはい。はい、こでで次はようへいペンギンさん、はい。よろしくお願いします。えー、そうですね、まあ、ちょっといろいろなことをやってるんですが、まあ、基本的にはゲームと映画の関連のライターと翻訳業をやらせていただいております。はい、はい 傭兵ペンギンさんは基本的には大ハンマ達人としても含まあ深いこと聞きたいと思いますが、そもそも大ハンマーとはということなんですが、皆さん知ってる人は耳にしたこともいると思うんですけど、こういうミニチュアのモデルを使って遊ぶゲームだったり、あとは塗ったりとか、いろいろ楽しみ方があると思いますが。 まあ、あとは、最近では、ゲーマーにはビデオゲームで、ウォーハンマーの世界観を使ったもの、いくつか出てるので、そういう形で知ってると思うんですけど。まあ、これを、まず、簡単に、ヨヘイペンギンさんから、全体を、概略を説明していただけないかと思います。わ、はい、かりました。はい。はい。えっと、そうですね。まず、根本的に、えっと、この手の、タイプの、ウォーハンマーというゲームは、ミニチュアゲーム、というふうに、まあ。 ジャンルとして呼ばれてれるもんなんです、ね、なのであのこの手のものが全てウォーハンマーと呼ばれてるわけじゃなくてこれはなんかこうゲームで例えたら RPG の中におけるドラゴンクエストみたいなものなのでタイトルぐらいの感じなんですよね。で、えー、と歴史としてはですね基本的にそのミニチュアゲームって根本的には、えー、と19世紀に、えー、とプロイセンでやられていたその士,官をく士官が訓練するために使っていたクリグシュフィールというゲームがあって<ー>まあそれもゲームであり 訓練戦術シミュレーターだったんですね。はい、で、それがあり、えーと、それからですね、まあ、いろいろ歴史を経て、まあ、最終的にですね、えーと、ぐっと近くなって、1970年代にですね、アメリカで一世を風靡する、ダンジョンズドラゴンズというのが誕生するんですね。ははす実は、その、ダンジョンズドラゴンズの前身が、えーと、チェインメイルというゲームで、それが、えー、とこういった小さい、 えと鉛の人形を使って一、えー、人とかぐらいの単位の、えー、と小さな戦いをせんあの再現しようというゲームがあったんですねでそこがまず結構あ、えーとまあ、そこがまず一つベースにあってこういうふうなサイズのもので、えーとあそのえー、戦争を再現しようというゲームが一つ作られていくんですねでそれを D&D、えーまあ、がすごく流行って結局みんな家にこういうちっちゃい ファンタジーのキャラクターのミニチュアが揃ってきたときに、あこいつらで軍隊を編成してあの戦えばいいんじゃないかっていうことに、そもそも戦争ものの、リアルの歴史ものの再現っていうのはあったんですけど、D&D が登場したことによって、それをファンタジーで再現しようっていう流れができて、その時にイギリスでアメリカからやってきた D&D のライ,ライセンス販売を行ってたゲームズワークショップっていう会社が、 えー、その自社が出してた D&D 用のミニ,あ、まあ、にミニチュアを使ってこれルールブックを一緒に売ってこのミニチュアとこれを組み合わせてゲームをしようというふうに出したのが「<ー>ウォーハンマー」なるほど<う>というタイトルなんですね。でそ,の、えー、っとそれからまあ10年ぐらい経った後に、えっとに、まあ、これ大体今80年代なんですけど1980年代頃にえー、っにそれの SF 版にあたるウォーハンマー 40K、40まあ、4万、大幅4万、まあまあ、40K と言ったりするんですが、えー、というゲームが出て、まあ、それからですね、まあ、えー、とこのジャンルが大きく広がっていって、そのミンチアゲームというものがえと大きく広がっていって、まあ、現在に至るというような感じ。 <タッ>ありがとうございますなんか結構長い歴史でしたねしかも結構うよういうですでもなんかそうするといわゆる今の日本人とかもよく知ってる RPG の世界ってさかのぼれば「ダンジャンドラゴンズ」に戻るんでん、はい、RPG とあのそのウォーゲームみたいなものの2つの歴史が合流した感じなんですかねそうですねん,なんかその基本的にはもっとその最初に言ったようにすごい長い歴史のあるウォーゲームにまあファンタジーとかそういうフィクションの要素をガンガン入れていこうっていうきっかけになったのは そその、D、とそのと直前にあったゲームなんですね、うん、でそれから派生したものなので、まあ、すごく近いジャンルになっています、うん、なので、えーっとまあ、その日本だと、まあ、アナログゲームと言われたり非電源ゲームと言われたりするんですが基本的にはその大きなくくりとしてテーブルトップゲームといって卓上で遊ぶゲームとして向こうだと扱われています、うん、それはその、まあ、簡単に言うとそのテレビゲーム <laughs> デジタルゲームと逆という言い方おかしいんですけど別なものとしてその大きなジャンルわけで、はいまあ、なので大きなそのジャンルの中ではボードゲームにも近いものであり、まあ、TRPG に近いものでもあるというような感じですね。由良さんはえっとどういうきっかけでウォーハンマーにポケモンみたいですよね日本の, <laughs> の学校に行ったらみんながやってるっていうことで。 まあみんなとはいないんですけども、まあ、クラスの中で二十、まあ、<ー>何人ぐらいいてそのうち三人ぐらいやっててでお前もやるよと僕八重、はい、さんは、はいえっと、学校の生活は、えっと、オーストラリア、ね、あそうですねオーストラリアですはいシドニー出身なん,んででまあそのシドニーの,あの育ったのは大体80年代ぐらいですか87年にシドニーに行きまして、はい、で僕が34年生四年生ぐらいかな10歳の頃にあの オーハンマーと出会って91年ぐらいですよねその頃にはみんな教室のやつらはみんな大体やってるぐらいですかそうですねまだ厳密に言えば第一版だったので、うん、実はあの戦争ゲームじゃなかったんですよ最初は。「オーハンマー」っていうのは「ローグトレーダー」っていうのがあってで、ね、であのスペース版の「ダンジョンドラゴン」みたいな感じだったんですよ。ル、はい、ルールも結構大雑把 だったので、あのバランスとか調整とかももちろんできてなかったし、あの今じゃもうレジェンドというあのあのゲームデザイナーさんが当時一生懸命もう整理して、手書きでルールを書いてたんですけど、じゃもうちょっと TRPG みたいにゆるくその場の雰囲気で決めて遊んみたいな結構緩かったですね。はい。あの確かにゲームマスターはいた気がします。はい。なるほどね。でそれであのまあシドニーの方のゲームショップもなくてその あの当初は。で、うん、945年になってからイギリスが派遣してシドニーの方に初めてゲームズワークショップを作ってでオフィシャル出たって言ってみんなでそこの店に行って、えー、と土日や前、うん、みんな入り浸って,てそうですね、はいまあ、ゲームズワークショップっていうのはこの、えー、とゲームを出してる直営店のお店を、まあ、作ってるってこと、ね、そうですねはいそれまではもう本当にブリック・アン・モーターっていうんですけどもあの個人のお店に行って、うんまあ、時々そ,そこにもちゃんと顔出したりするんですけど。 そ,そういう個人商店では、なんか輸入というか、自分たちで卸してもらって販売してたそうですね、はい、うん、なるほど。まあ、須田さんの世代だと、そういう形でのなんかコミュニケーション、学校での遊びのコミュニケーション、やっぱガンダムですかいや、めんこじゃないですか。めんこそんな古いですか <laughs> 小学生だとガンダム七十年 ?70 年代ですぐらいじゃない,、うん、い僕60年,のの60年代ですか、小学生。 ガンダムだって小六ですよ。あ、まあ、七十。小六の時にまだ、長野は放送してなかったので。あ、そう。小学生なってから再放送と予約。再放送というか、遅れて放送なので。完全めんですね。めんの柄とかは、なんかキャラクターもの。だキャラクターものですね。なんだった。特撮系です。特撮系。特撮系、まあ、マジンガーとか。マジンガーとか。で、めんに、あの、ろうを塗って。そう。おぼくしてね。だから、そもそも。 ーハマののようななかっこいいいもんですすそうででねここまちゃんとも、超合金みたいなやつがあそうブロンズのやつありました、マジンガーとか、あれぐらいなんですけども、ここまで凝った遊びっていうものが、そもそも入ってこなかったので、あと、そういうものあっても、どちらかというと、なんかその、おもちゃごっこみたいなのするぐらいで、そうそう、ルールとかはないですもんね。ないですね。ないです、もっとシンプルな、めとあと牛乳の二た、2台遊びでした、僕らの世代の。 やっぱ別にルールと関係なく関係なくもう口でこうやり合いちゃったぞみたいなドカーンとかはやってたんですけどさん当時も着色があったんですかいやあるんですけども当時のミニチュアってすごいレゾリューションが低くてディテールとかも潰れてたりあと刀身とかもこういうふうに。 リ,リアルまで行ってないもうバラバラでうスペースマニーでも今はこれぐらいなんですけど、はい、前はもうちょっと小さかったり<ー>あのもうめちゃくちゃだったんですよただあのすごい面白いのがやっぱり本読んでてあの世界観とか全て書いてあるんですよでないミニチュアとかたくさんあって、はい、今ではちゃんと本一冊ぐらいの書,の書籍とかある例えば「グレーナイト」とかあるんですけど昔は「グレーナイト」なんて つつかかかぐらいしかのミニチュアはなかったんですよ今だったらもう十何種類あってキャラクターとかいろいろこういうビークルもあってとかいろいろ言うんですけども<ー>あのただそれ読んでるとうわあこの世界素晴らしいと思って <laughs> はい、はい、やっぱりイマジネーション まあ多分この頃あ結構欠けてきていると思うんですけどみんなイマジネーションがその本を読むことによって生まれて<ー>自分のウォーハンマーが出て<ー>できてきて<ー>なるほど、はい、そのやっぱり登場するものはまだごく一部だったからこそこれが出てきたら絶対買うみたいなもう絶対買いますねうもう買わなかったらあれですよね。ーあの バチやってあります。なかなか死んじゃ発言的な。までもそういうところありますね。ガンダムとかでもやっぱりアニメに出てきても全部が全部モデルになるとは限らないですね。でやっぱりそれなるときにみんなを欲しいっていう煽られちゃって買っちゃうみたいな。そうやっぱグフが出た時のね興奮体験。体験体験そうですよ。はい。でそういう感じでウォハンマー自体は結構遊び方っていろいろあると思うんですけど、ここらへんヨヘイペンキンさんちょっとあの解説をいただけるそうですね。まずその 遊び方というか、ですね、まあえー、と大枠で、えっと、そのさっきざ,ざっくり言いましたが、えっとまあ、ファンタジーの方と SF の方がありまして、でそれぞれ、えっとまあえー、今はですねファンタジーの方はえっは、と、ウォーハンマー、えー、とエイジ・オブ・シグマというのが展開されていまして、もう一つが、えー、とウォーハンマー・フォーティケット、さっき言った、うん、でやつはそのまま。 今も展開されていますでその2つに分かれていて2つのミニチュアは基本的には一部使えるのもあるんですけど全く別々のものでえと共有できるという形ではなっていないんですね。<ー>でえー、とそれぞれその自分の、えー、とミニチュアを集めて、えー、それを組み立てて塗ってででゲームにしようがゲ,ゲ,ゲームにこう並べて テーブルの上に並べてこういう建物みたいなのとかを使ってですね並べてジオラマみたいにしてそれを戦場を再現した場所としてルールに従ってまあ対戦をしようという基本的には対戦型のゲームになっています<ー>で、まあえっと、まあ楽しみ方というかですね遊び方の要素としてまあその一部分だけでも楽しめるようにはなっていてまあそのミニチュアを作る塗るというところだけ をやるといいう人もいればまあ、基本的に作ったり塗ったりするのはあまりやらないでまあ、基本的にゲームだけしますよみたいなのも全然ありでなんかあのまあ、今回せっかく見本なので塗ったの持ってきましたけど、まあ、現実的な話全部のミニチュアを塗ってあのゲームをするっていうことが必ずしも「しろ」とは書いてないんですよルールブックに。なのでまあ、組み立ててせめて組み立ててあれば大体 <laughs> いいゲ,ゲームとしては成立するようになってるんですけど、うん、ただ楽しみとしてその 自分のオリジナリティだったりその例えば自分のキャラクターはこういうカラーリングの軍隊にしたい紫を基調にして金のラインを入れたいとかいうこともできるしあとさっき言ったようにその世界観がとにかくすごくもう2020 20年どこじゃないかもう30年以上経っているので3040年,年ぐらいかだいたい40年ぐらいあるので世界観がこう積もっているのでその本を読みながらあじゃあこの戦いに出た。 こういういうなキャラクター有名なキャラクターがいるからこいつのカラーリングを再現して軍隊に採用しようとかうそういうオリジナリティとかその自分だけのものもできるしその再現とかも楽しめるように今はもうなってるという形ですねだからそれはさっきも言いましたけど<ー>イマジネーションもあるしそのいわゆるなんかその本で広がってる世界観に追従していくっていう遊び方も再現性の遊び方もあったりする。でも ミニチュアから完全に離れて <laughs> その世界観だけを追うという趣味も成立するぐらいになっています。そ,それはもう本とか設定仕様を買ってそうです、ね、っていうことなんです,そうです、ね、もうかそういうものが出たら買うしあと小説とか,、まあ、分かって説明するかもしれないですけど小説とか漫画とかの展開もあるのでそういうのを追ってるよという人もいたりします。はいはい、これはこれはあれなんですかあのファンタジーと 分かれてるんですか。そうですね。<laughs> やあここなんですね。こ,こ,こちらがこのシルバーのやつらが,がファンタジー系なんですね。ンタジーはい。エイジオブシグマ<ー>オークマで多くがフォーティーケーのそうですね。すはい。ただあのゲームサークショップはまああの昔からあのミニゲームっていうシチュエーションゲームもたくさん作ってまして<ー>あのまあ僕が初めて買ったセットセットはスペースクルセードっていう今じゃもうない。 あのー、ゲームセットなんですけどいろんなミニチュアが入って遊んで、うん、この中にいっぱいミニチュア入ってるか僕は買ってしまったんですけども「うんあのー、スペースクルーセイド」はオーハンマー世界の特定したシナリオで戦ってるだから船内で戦ってるっていう設定なんですよ。でざっくりで まあ人間バーサスエイリアンみたいなな感じになってるんですよ、えー、エイリアンもいろんな種族のエイリアンになってるんですけどもその後スペースハルクっていうのが出てスペースマリーンのエリート部隊のターミネーターっていう部隊がいて、うんはい、それがあのそのえっと冬宇宙船壊れた宇宙船ですかね,うすね、はい、もうとか宇宙船の壊れた宇宙船がいっぱいごちゃごちゃに集まってる中に入ってまあエイリアンの映画のエイリアンみたいな。 ジンスティーラーっていうあの種族と戦うんですよね。で、子供生まれちゃ、あの、生まれて。エリアみたいですね。そうです。あの、出てきたりするんですよ。すごい面白いんですけど、端的に申し上げましてエイリアン。エイ当時。まあ、人気。十年代なので、もうエイリアンが爆発的に流行るわけですよ。その影響。えもちろん、で、かなりその影響は強、その。 その当時流行ったものの影響は強くて大体<ー>いい毎回そういう感じですスペースマリンもねストームトルーパーをかっこよくした感じですよねその <laughs> スター・ウォーズ」がもう大体その3部最初の3部作が終わりに差し掛かってもであのストームトルーパーのおもちゃがもう爆,爆売れしている時期にんなんかやっぱり D&D とかで遊んでる人たちは オタクサイドの人たちなので、うん、<laughs> やっぱり <laughs> SF もいいよねみたいになるわけです、えー、だからそうやってスタ「スター・ウォーズの」のまあ、ちょっと真似事をしてるみたいなやつなんですけどでもこれがイギリスが作ったやつなのでアメリカのやつをそのまんまやるのはちょっと違うかなっていうので当時当時というか今もやるんですけどイギリスであの漫画誌「2000AD」という漫画誌があってそれこでジャッジ・ロレットっていうのがあるんですよ。 おオタク界隈当時のオタク界隈ではやっぱりちょっと人気コンテンテツ、ね、だったんですよ。うん、なぜかというとやっぱりあれってイギリス人が作った荒廃したなのでそういうんかカウンターな感じがあってその要素はすごく多分に含んでいてこの「ウォーハンマー 40k」ーという世界観はかなりディストピア。 であり、すごいこのスペースマリンも一見してこうかっこいい感じなんですけど、非常に悪いやつなんです。そうですね。とは限らないですよ。<laughs> サラマンダーはサラマンダーは,ダは民間人を守るスペースマリンなので、ただ悪いやつもいます。<laughs> <laughs> 悪いやつもいます。基本的にこいつらの愛言葉は異星あのエイリアンを殺せ。要はがまあ,まあそう要は人類非人類を殺害するっていうことがまず。 あれなんですよ。でまあなので人人間間なんだ道をや改造結構僕もそのゲーム界隈で 4DK について少し勉強したんですけど思ったよ上に結構サイバーパンクとかあとはその人体改造とかあとはゴリゴリで遺伝子のレベルとかぐちゃぐちゃしてしかも未来だけど もう暗黒世界に陥ってるから宗教がかってるんですよ、うん、でみんな狂信者みたいちょっとなっててそれ<う>それらがお互いに殺し合ってるっていうかなり殺伐としたす,すごい短く説明すると要は人類ってすと昔はすごく発展して全銀河に広がったんですよ<ー>なんだけどいろいろな事情によってそのテクノロジーが一回衰退してしまって<う>そこからもう一回復活を遂げてるでもそこまで言うと エンペラーの話しななきゃいいけエンペラーっていうまあエンペラー人類の皇帝そのエンペラーっていうのはなんか十人かなんか十人かなんかのシャーマンで一人の人間になるんですよそれによってここすごい大事なんですけどサイキックパワー超能力を でで目覚めるんですよねで人類はそこまであんまりサーキックはそんなにそこまで強くないし今でも開花してないんですよ、うん、ちゃんと。でエンペラーが、まあ、その地球がめちゃくちゃになってたので統一しなきゃということで、うん、統,一統一戦争っていうのがあるんです統一戦争っていうんですか<ー>日本ではそんな感じな戦争があるんですよ<ー>でスペースマリーンっていうこういう戦団の前のバージョンがあってサンダーウォリアーズっていうのがいて<ー>そいつらが 統一一回するんですよでエンペラーが実験し始めるんですよ人間をもっと強くしなきゃいけないと。でそこであの、えー、とプライマークっていうあのエンペラーの子供たちを作るんですよねあの<ー>クローンみたいな感じで,<ー>でプライマークは12人いてそのうち2人は。 抹消されてるんですよ。で、あのそこまた面白いですね。そうですね。あ、ごめんなさい。二十人、ごめんなさい。二十人いて、そのうち二人、二人は抹消されてるんですよ。どこに行ったかったんすね。作った時にワープっていう世界があるんです。よワープっていうとデーモンとか悪魔が住んでるとこなんですけども、簡単に言うと地獄です。地獄ですね。まあ異次元みたいなところ。地獄ですね。本当に地獄のイメージで作られてる。そうですね。で、子供たちが生まれた時にワープ悪魔が その子供たたちしんですよだから世界中宇宙中に散らばっちゃってエンペラーがクルセードっていうんですクルセードって何て言うんですか十字軍ですけどクルセスクルセードってさっきソースで出てたやつもそうなんですけどで子供たちを探す旅に出るんですよでエンペラーがそうですねで一旦みんなを見つけてその時には孫みたいのを作るんですよ元の DNA のテンプレート持ってるから プライマークの元の軍を作るんですよね。孫たちを<ー>あの1万人いるんですけど、あの一つのプライマークにつき<ー>であの一旦みんな仲良しであのハッピーファミリーで <laughs> 統一して、はい、人間最強ということなんですよね。<ー>ただその中にワープから悪魔があの子供たちに,にのあのひそひそこうしたらどうだあしたら、ね、お前の方が偉いじゃんかとかいろいろ言って<ー>子供たちで 大喧嘩になるんですよ<ー>でそのうちあのホーラスというあのお兄ちゃん方がエンペラーと対峙するんですけどエンペラーが殺せないんですよむ息子なので子子供だからただホーラスは本気なのであの殺しにかかるんですよねでエンペラーはあの死亡数に値するほどのダメージを受けるんですけどもそこでブチ切れてホーラスを消し飛ぶんですよ<ー>でそれで一旦戦争が終わるんですけどもそれのせいで テクノロジーが衰退してしててまってエンペラーが全部かあのサイエン,サイエンティストでもあるのでもう全部勉強して勉強したものが全てなくなってなるほど衰退して戦争の渦巻きになったのが3万年なんです。ほ<ー>はい はい、すいません、はい、要するにいったんあった秩序をまあ人類が作った秩序がまあ事件によって壊れて、うん、でまあカオスの状態があるっていうところを描いたのがその通りカオスなんですカオス税っていうのがテクノロジーが一度衰退してしまってその復興した時にあの例えば、えっと、コンピューターが。 まあそのこの世界では「コジテイター」って呼ぶんですけど演算機みたいなふうな呼び方をするんですけどかっこいいですよね。でも要はコンピューターなんですよ。だけどエラーが出るじゃないですか。だけどもういまいち何のエラーの番号か分かんなくてそうするとそこのそうもうテクノロジーではなくて宗教になテクノロジーは宗教と化していてこれはあらゆる機械に宿っている神が。 お怒りになっているので聖天を開いてそこに書いてある聖句を読み上げることによって<う>要はですよ<ー>でもそれは当時は恐<お>らくかって,、ね、<laughs> てはマニュアルだったものがそ,<う>その<ー>意味が変わっっちゃった読み方とかが変わってしまった結果<何>そのあの。<laughs> になったしあと機械の調子が悪いって言ったら「声優を塗ると <laughs> 大きなギアが回転するようになるっていうことはこれはすごいんだ」っつって「声優だ」って塗ったりとかでちゃんとと動儀式をしないい機械の調子が悪いだからちゃんとあの司祭を呼んで、まあ、技術者なんですけどね要は技術者なんだけどその司祭を呼んで、うん、そいつらにちゃんと儀式をしてもらって機械をやらないとお怒りになる。 これがマシンゴッドってオムニサイアって言うんですけど機械の裏側にあるんですけど例えばこのスペースマリンの中で必ず赤い色をしてたりするんですけどそれはこの技術局っていうのがそもそも技術を司る部分の技術をやってるところの宗教の装本山は火星にある設定なんですいなので赤い火星からやってきたかっていうことでなんか 一応そういういいに、えー、火星で宗教化しているでも完全に衰退してしまっているんだけど今の我々の観点からすると超ハイテクなんだけどあのハイテクだけどローテクでやってることは分からなくてあの、まあ、スペースマリンとかこういうい火星の,、ね、あの信者たちは新たなテクノロジーをは発掘したりする要はそのかつて捨てちゃった、ね。 その遺跡とかを、うん、遺跡ともう何万年も経ってるので遺跡と化しているかつての研究所とかをこう暴いてですねやあのちゃんと技術として認めるんだあの技術として取り込むんだけどでも旧来の,儀式じゃああの技術様式じゃないものはしれはでも。といって新たな技術が生まれるということは稀なんですよ。 うん、はいはいはい。でも昔のを使、うん、使い回すやっぱり昔のを使い回す。でこれはだけどこう宗教なので派閥があっていやいや新しい技術も取り入れるべきでしょうみたいな奴らもいれば<ー>まあ極端なやつだとエイリアンがもっとハイテクなの持ってるんだからエイリアンのやつをパクって改造すればいいじゃんっていう。まあありますね。やつらは過激派なんです。<ー> <laughs> そういうのはちょっと星から見るとやばい。<laughs> そうですね。うん、あのでどうにか人類はその宗教を寄りどころにして。 あの要は銀河中に広がっている中その一つ宗教というつながりでなんとかギリギリを保っているんだけどそのおかげでどんどん悪い世界になっているっていう感じなんですよ,、ねですよね、だから宗教戦争的な部分がうありますねそあの。それこそさっき言ったそのボックスセットになってた「スペースクルセイド」っていうのは、えっと、まあそのスペースマリンがやかつてやっていた「グレートクルセイド」からまあ派生したものなんですけど要は十字軍なんですよ。地球人類という ものが持っているまあ宗教観でありその世界観を他のエリアに押し付けるという戦いでもあったわけ <laughs> <laughs> ですね。<laughs> でかつあとえそんな人類の帝国に入りたくないけどっていう人類のやつらを <laughs> まあ殺したり改宗させたりするっていうまあ,あ,あ要するに一教徒をとあの制制圧するみたいな、ね、ただあのそれがエンペラーが欲したものではなくあのエンペラーは自分は神じゃないよって言ってたんですよ。ただ彼が まあ実は死んでないんですけどギリ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 生きていて何も喋れないんですけどあのボロボロになって座ってるんですけどもあの彼は別に別に神じゃないって言ってるのに彼がボロボロになった後にもう神様にするしかないっていう風に。 まあ、偉い人たちが決めてそしてギリギリあのみんなを保ってるっていうことなんですが最近変わり始めて<ー>あの新しい発んっていうのが出た時にいろいろ新しい技術が開示されたり隠してのものを開示してたり<ー>あとそのプライマークの一人が生き返ったんですよプライマークって大体悪いやつは潜んでるんですよどっかにいるんですよーワープとかまあ死んだやつもいるんですけどもいいやつはみんな死んだか消えてる消失、うん どっかに逃げたか、逃げたっていうか隠れてるかになってるんですよね。今に二陣のうち何人いることになってるんですか半人数ぐらい残ってるんですかね。十八人ではい、はい、えっ死んでるのが何人かちょっとすみません具体的な数字を出すと、まあ、多分サングインは死んでるし放送的に事故るのであのそうですねあのだいたいいやいいもの,のやつは都合よく何らかの理由で戦いに出ていてその ワープの世界に入ってしまったとか、<ー>お隠れになっていくです。まあワープに入る時は必ずカオスをやっつけにワープに入ったっていう理由が必ず入ってるそういうことなんですね。はい、<ー>でも初めてあのしあのカシ死していたウルトラマリーンっていうところのプライマークが生き返ってきてでどんどんまあ。 出てくるるような気がすすんですけども<ー>悪いプライマーはモデルが、ね、どんどん出てきてみんなテンション上がってるんですけどもあな,なぜそうなったかというと、まあ、一つはその、まあ、世界観的にストーリーがあるからっていうのはあるんですけど、まあ、もう一つ商売的な理由として、うん、そもそもスペースマリーとか帝国って要はあの、まあ、ヨーロッパでは販売できないものがベースになっているわけですねあ<ー>、まあ、簡単に言うとナチスなんですけどナチスとローマ帝国を合体させたものすごい 悪悪い悪くなっってしまった人類だけど、まあ、彼らは彼らで生き延びる理由があるっていうふうな世界観にしてたんですけど、うん、そうするとすごく難しくてそうじゃなくてそれを元に是正しようとするっていうお話にちょっとずつ変えてきて元はこうじゃなかったはずだろうっていうやつが出てきて、うん、要はまあなんかその。 ちょっとだけマシになっていくっていうお話を今描きました。ライマークの存在はどちらかというとそういうちょっと暴走してる人類の集団と対抗する形としてですね人類の希望だったんですよね。たださっきおっしゃったようにヨーロッパで一番悪いものを全部盛り込んでるので魔女狩りとかしてるんですよ。 あの、まあ、ブラックシップっていう、あのー、宇宙船が、もう、普通にさらっていっちゃうんですよ。まあ、要は、ラッって、奴隷船のイメージで、うん、その、うん、箱詰めして。 運んでいくんですね<ー> <laughs> っていう形になっていて、まあそれもちょっとねっていうところまあでもなんか話を聞いてると、やっぱその先ほど言った通り、そのエイリアンの頃から結構その流行ってるもんかなりガンガン取り込んだっていうんですけど、本当に 40K に関してはなんかそのいわゆる SF とかサブカルチャーとかでのいろんな要素もこたまぜっちゃうこたまぜですもですね。ね歴史もシーもシーのやつとか、ね、あとさっきのあのその技術となんかその魔法のつながりってもともとハッカー文化 があってハッカー文化の人たちってそのすごいプログラムのことウィザードって普通に言うわけで実際にねあのあ、まあ、プログラミングはちょっとあの魔法めいたものもでもあるし今でも別にねなんか、ね、あのいくつかの宣言文とか <laughs> これはお祈りだからって言って教えてる場合と普通にある <laughs> なんかこれ何があるかわかんないけど最初はドキュタイプとか書かなきゃいけないとか決まってたりするまあそういったカルチャーもかなり吸収しつつまあいわゆるそのサイバーパンクものではありがちなその人体改造とか うん、まあ遺伝子操作とかあとまあその人間としてなんかすごくもう改良しちゃうとかを入れて、はい、本当になんかネタの宝庫というか、うん、そうですね逆に僕感じたのはそ影響を受けて出来上がったウォーハンマーなんですけども逆に結構いろんなものに影響を与えてますよねそうです相当なものに。 そのまま持って、まあ、いろいろな話があってこれはまあ話をしない方がいいかもしれないですけど、はい、一応あのブリザードは本来はウォーハンマーのライセンスのゲームを作り,りたいっていうね作りたかったんだけど、うん、当初まだおっきい会社じゃなかったのでライセンス料が払えないからじゃあ,まあちょっと作ったからこのまま出そうっつって、まあ、ファンタジーの方を再現したゲームをウォークラフトウォーハンマーではちょっとそのまま出せないので。 ウォークラフトって言ってまあこの 40k でもこのファンタジーの方でも AOS って言うんですけど、まあ、ファンタジーの方でも、えっと、メインの敵のうちの一つである、まあ、その緑色をしたオークとゴブリンの軍勢と戦うっていうのは他のゲームではオークってグリーンじゃないので必ずしも、はい、<ー>指輪物語とかでもそういうふうに描写されてないんでね。 持ってきてきで今やどんなおかなりねいろんなゲームにそのままおはあウォークラフトが与えた影響があって、ね、そのままじゃ間接的にウォークラフト経由で、まあ、ファンタジーとか RPG とかにやっぱすごい影響ててそうですね,そうで,すねでもううでねお互いに影響を与えていて、まあ、結局このゲームズワークショップで働いてきた人がブリザードに入ったりとかした結果<ー>えっと今の AOS はまあ正直ブリザードの、えっと、ディアブロの世界観 というか、ルックがすごく似てるんですよ。なんか、やっぱり、お宅に刺さるものが <laughs>、似ちゃうので、似てるのかなっていうところはあるんですけど。お互い影響は、与えてるかなっていう感じです。<の>なんでブリ、ブリザードは、やっぱり、その、すごい世界観が統一された、会社じゃないですか。ねあすね、まあ、その、うん、最近の、オーバーウォッチは、すごく、ブリザードの変革だったと思うんですけど。ねはい、オーバーウォッチ以前になると、やっぱ、みんな、その。 なんか多くはもうひたすら叫んで軍勢で襲ってくる感じだし男の方の,そのやつも,もうみんなムキムキムキマッチョなんでそういうテイストはもうほんとかぶってるところやっぱある、ねうんですな。 特徴としてあのこれミニチュア見ると分かるかんですけどこがですね肩パッドがでかいっていうこ,こ,これは、えっとまあ、これいろんな考え方あると思うんですけど当初はミニチュアの感じを目立たせるためにた、うん、要は一発で抜いていたので肩でかい方がかっこよく見えるんですよ。そうだっていうのがあって、うん、なんかそれ以降<ー>どんどんみんな巨大な肩パッドをするようになっていってでそれがなぜかその ブリザードを経由していろんなゲームに受け継がれた結果、サイヤ人もそうなりましたもんね。まあそれは全然別のゲームでやっぱりあれが海外で受けるのはやっぱそこにあるから、だってやたらさあのドラゴンボールでも Z カラーですから。まあ貧困の人たちをボコーンってなって、ボコーンとサイヤ人大好きです。大好きです。あのこれ結構特徴で、要は元になったその。 例えば、スター・ウォーズのストームトルーパーとか別にそんな巨大な肩をしてなかった、うんね、確かに、みんなね、ね巨大な肩をするよ一つはまあアメフトのイメーっていうのもあったりするんですけど、それ,そ,それもあるし、あとさっき言ったジャッジ・ロレットとかが、すごい肩に、肩にでかいイーグルがついてるんですけど、こいつらもマークが悪いアメリカのイメージなので <laughs>、ジャッジ・ロレットなんで、でかいイーグルをつけるんだみたいな感じになって、ます、あ。こいつち,ちょっといろいろあるんですけどね。 あブリザードといえばね、ユダさん、はいあの、この間僕、ブリザード遊び行ったんですよ。あ本当ですかユダさんに連れてってもらって、羨ましいですね。ユダ、はい、<laughs> さんあも,も,もともとブリザードでもね、働いてたじゃないですか、そうなんですよ、ね。だから、そういった意味でも親和性はめちゃくちゃ高いわけですよね。多分、はい、完全にナチュラルに好きになったと思うんですよ。91年の頃にあに始めたので、これを、その後オウォークラフト1プレイしてたので。 そこら辺のコネクションは多分子どもの頃分かんなかったと思うんですよねど,どただ面白いからプレイしてたっていうんか要するにまあ日本はやっぱりあのブリザードの影響も大ハマの影響も少ないですけど海外のお宅とかゲーマーにとってはもうこれがデフォルトのなんかもうセンスとか美学っていうかイメージなんですかね。 ただブリザードの,あの会社的なあの根本的にあるのはかっこいいものを自分たちでもっともっとかっこよくしようっていうのがあるのでやはりオーバーウォッチって日本からのゲームの特に僕からまあこれも個人的な意見なんですけど特にカプコンさんの LINE を受け継いでると思うんです。であのすごいリスペクトもありますしあのそういうところもーハンマー もうあのまあウォークラフト、スタークラフトもあると思うんですよね。スタークラフトもめちゃくちゃあのマリーンが出てくるんですよ。メインのやつらはブルーでね。そうブルーでいっぱい出てくるエイリアンと戦う。あとフロトスはエルダーみたいな感じです。まあいろいろそういうところがあって、多分なんですけど、やっぱ子供の頃に。 はまったものをやっぱ大人になってちょっとあれ良かったよなちょっと自分の作品にこういう要素を入れようってなると結局これを作った人たちはジャッジロイドとかを見てたしうん、うん、でこういうふうに入れてきたしそれ結局このとブリザードのゲームを作った人たちは多分子どもの頃にまず、ね、<laughs> そもそも現代圏としてそういうものはで遊んだことがあるっていうあとはまあもちろん D&D とかの影響もあったりすると思うので、はいうん、結局やっぱその現代圏をまあ発展させていくっていう形でだからもうこの世代今の 本当にミニチュアを作っている人たちはなんならブリザードのゲームとかで、うん、遊んでん育ったからなんかあ雰囲気がちょっと似るなみたいなところになってきてうも,うもう完全に混ざってるものだと思う。だからなんか要は 海外のお宅の中では全員がやってるわけではないですけど、何らかの形でデザインとか世界観とか、あとはその趣味全体としてそのモデルを作ってこあ集めてとか、そういうところでまあ何らかの形でみんな影響を受けてるんじゃないかなっというアメリカとイギリスはも,うもはやサブカルではないうんメインなんですよねまあなんかいろんな街にやっぱりワークショップ普通にあるって聞きますもんね。 ます。なんかケルにあった気がしますありますよね多分主要都市にはかなりあるんじゃないうちの会社の近所にありますそうですね総本座ですよね総本座なんですねそう僕思ったのがということは例えば今そのブリザードがウォンハンマーの権利でゲームを作ったらこれ ここれが一番みんんんななな乱舞すするとそいでかブリザードは自社 IP があるからもちろん商売になると思うんですけどもでもそれをみんな見たい自社 IP 潰しちゃうのかバランスが大事なのでウォーハンマーってもううんざりするぐらい種族もありますしユニットもあるしゲームデザイナーとしても触りたくないと思うほど。 バランスが難しいんです世界観がもうかばっつり決まっちゃっているのでブリザードみたいな要は IP をどんどん自分たちで作っていってっていう会社には正直相性があれかもしれないですけどそれこそ今すごくライセンスの展開をウォーハンマーって本当にいろいろやっているんですけど今回ゲームメディアとかゲームの話をするとやっぱりちょっとインディー寄りの。 開開発会社が結構ウォーーーハンマーの IP をを借りてあのゲームを展開しますそれはやっぱ一つはルックスとかキャラクターのデザインっていうものを一から開発しないでも借りれるしすごく根強いファンがいるっていうのはまあ開発者からしたら結構いいのかなその要は特にその大きいバジェットがないところだと半券料さえ払えば世界観とキャラクターのデザインは アクセススがででできるのでんそっからあとは自分たちのシステムで勝負すればいい逆にそのライセンスの部分はゲームに対しては比較的あの許可って折りやすいんですかねいや折りにくいですす、ね、そ,<う>そこは何で決めたんですかすやっぱりその世界観理解してるかどうかみたいな昔は折りやすかったんですけど<ー>あの昔やっぱりそんなにあ,のあんまり評価されなかったゲームが多かったので、うん、今はちゃんと精査してますし。 まあ、あ,のあとブリザードもあとゲームスワークショップも自分たちの IP をすごい大事にしてるのであのちゃんとしたものじゃなきゃ出させてくれないしないそういう原体験っていうと、まあ、日本ではやっぱり須田さんだったらやっぱり特撮が直接の原体験になので、ね、やっぱりトラビスも変身しちゃうみたいなところなんですかね。 まあそれはそうですよ。すすね、まああと鉄カーマンのイメージもありますよね。鉄カーマン、特撮と鉄カーマンとかっていう。まあでもやっぱりアニメですね。アニメとかね。うん。でも本当子供頃にもしこのゴハンマーのような世界観があったら多分飛びついたでしょうね。飛びつきますよね。でもスペースマニンのねコマンドスカードなんて、はい、あの先代ものですよね。 キャプテンがいて必ず白いのが衛星兵がいて赤いやつ赤いやつはテクマリンって言ってテクノロジーもみんなロールがあるいな役割も含めてるでわけすよねそういうユニットごとに兵種みたいなのが決まっててさらに先ほど言ったように個別の固有名が持ったキャラクターもいるっはいう感じです単純な疑問なんですけど始める時ってどういった単位で購入するんですか 今はですね結構いろいろなあの入り方というのがあって、まあ、そもそもその塗るとか作るとかだけだったら本当にもう自分の欲しいものをやればいいなと思うんですけど例えばそのさっき言ったように AOS「えっとまあ、Age、まあ、of Sigma」と「40K」というゲームが今展開されているんですけどそれの本、えっと、ちゃんのゲームというか本体のゲームは舞台を何舞台かこう。 並べてですね、まあ、舞台っていうのがその、まあ、ユニットというんですけど、うん、まあそれが大体こうなんか5人とか10人とかで構成されている小さなチームなんですねそれをいっぱい並べてアーミー、まあ、軍隊を編成して対戦をする、うん、で自分のアーミーを持ってきて相手も自分のアーミーを持ってきて対戦するっていうのが一つのスタイルなんですがそれだとまあ結構な頭数を揃えないと、まあ、なかなかちゃんとしたゲームにならないし高いっていうのもあるしあ1個いくらぐらいなんですかこっち それ結構ばらつきはあって、<ー>でも今、1000円ぐらいっていうところなので、まあ、なんかそれを例えばそのさっき言った軍勢をいっぱい必要なやつ、例えばオークとかだと、頭数で勝負するっていうのが一つの、ね、ーゲームデザインとして、どちらのゲームにもオークは出てくるんですけど、ーあのオークはそういうふうな形なで、そうすると、ちょっと数を揃えなきゃいけなくて大変だよっていうふうになっちゃうので、<laughs> あと悲しいですよねた例えばこ,この戦車、このこのすごい手数持ってるんですよ。普通にオークが、はい ここにいたら、普通に 2, 2>、はい、32匹ぐらい。はい 死んんじゃうですよそれも1段目だからせっかく並べたものがそこがちょっとアナログゲームらしいだから確かに基本的にゲーム並べた時点で楽しいんですよねちゃんとした戦場が再現できればそれはそれで楽しいんですけど実際ゲームをするってなるとそれだといきなりそういうのから始めていくっていうのはやっぱりちょっと難しいかもなということにだんだんとメーカー側も気が付きまして。 最近では特に最近では、えー、と2つ、えー、とこのそれぞれゲームを展開していて 40K の方はキルチームといってですね、まあ、大体10体ぐらいのチームを使ってこう市外で戦う要は小さいところ CQC が起こりそうなところでこう戦っていくっていう要は建物をいっぱい集めて建物のこう狭い中で小さい部隊を使って特殊部隊同士の対決をしようみたいな。 そうするとこうキャラクター一体一体に名前を付けてもいいわけですさっき言ったように40人とか並べてると、うん、一撃で死んじゃったけどあじゃあ40人の名簿がみたいになるけど10人だったらそれぞれね一、うん、つずつ、でそれがルールブックの中にもこう適当に名前をオートでつける機能みたいのものがあってうそういうことができる、でそれの、D、っぽいでですすよねねそそうです、ね、そこはちょっと要はそのスケールスケールっという,なんていう戦いのスケールが小さくなるので、まあ、戦術級と戦略級みたいなそんな感じです。 そういう風な遊びになって、あと AOS の方では今最近はですね、えっ、ー、とウォークライン。 というゲームが出ていて、まあ、そちらもです、ねえー、と似たような形で、まあ、小さな舞台がですね、うん、えとファンタジー世界の小さな舞台が対決しますよというようなゲームになっていますね。ウォハンマーやりたいので、ウォーハンマーは、ままあ、ゲームスワークショップ作品を遊びたいというのであれば、どの形式で遊びたいか決めた方がいいかもしれないですよね。<ー>これがその小さい、キルチンガイのプですよ、ね。はじめやすい。こん、まあ、ぐらいの本があるんですけど、結構分厚いんですけど。 それなりに世界観の説明とててあとさっき言ったように名前を作る表と <laughs> はい、はい、あとこの舞台は何を目的にこの戦場に来ているのかっていうのをうもちろん自分で決めてもいいんだけどマイゲームするたびそれを考えるのはちょっとなっていう人はこう、うん、ダイスを振ってこの舞台はここの遺跡に眠っているはずの技術を <laughs>、まあ、シチュエーションをセットする。 でリーダーの名前はコイルでリーダーダの性格はこんなやつなんだよっていうことを言いながらゲームをするとより楽しいんじゃないですかという要素もある<ー>それ必ず使わなきゃいけないルールじゃないんですけど<ー>せっかくミンチュア作ってね持ってきたんだからそういうことをしても楽しいんじゃないですかという提案として入っているというような感じです、ね。あと<の><そ>、ね、お話を進めていくっていう遊び方ができてこれも TRPG 的なんですけど、まあ、キャンペーンプレイとか言ったりするんですけど要はそのキャラクターが。 ののうち一人がね残念ながら先の戦いで死んでしまったけど <laughs> 新たな新兵がやってくるでもそうするとその今まで戦ってたやつは経験値を得ていてその能力が少しずつ上がっていくいううなちょっとした成長要素を含むとよりお話がドラマチックになるんじゃないかな,い的ないと意識的は戦闘の規ます。 小さくなっているのでその分そういったそのフレーバーとかナラティブな部分でえっ、ー、と厚みをつけるみたいなもあるので実際ゲームに使う部分はそんなに多いわけではなくて、まあ、本当にでもまあこういうふうにでこれちゃんと両方とも今昔はこういうのあんまり日本語で出なかったんですけど今ちゃんと翻訳されてる日本語でますこれだかかららここういっったところから始めるっていいうのがい,いんじゃないですか 一つっていうのが今ちょっとメーカーが推してるポイントですかね。まあそれとは無視してもうかっこいいから塗りたいっていうちろんもちろんゲームしなくても正直いいし,いいしあと塗るの面倒くせえなと思ったら塗らなくても正直 <laughs> <laughs> 気をつけなきゃいけないのがど,ういうどの IP でやりたいか っていうのもありましてだからファン今ウォーハンマーといはメインで言えばファンタジーまあエイジ・オブ・シグマーとあと 40K があるんですけども他にもたくさんあるんですよ。まあ、<ー>例えば 40K の IP を使ったけどもスケール感が全くちっちゃくなってるやつがあってそれ昔エピックって言ったんですけども<ー>今はタイタニカスとかエロノティカって言って、まあ、これぐらいのスペースマニアが本当にこんなちっちゃくなったり<ー>その。 この 40K のあれでは「タイタン」っていうのを買えるんですけどこれぐらいもう30万ぐらいするミニチュアがあるんですけども。<ー> これぐらいのミニチュアになったり、あ,あの、そういう遊び方もありますし、あと。えっ、ー、と、例えば、あの、指輪物語。そうそうそう、あの、エピもあります。あれは、僕は、指輪物語好きだからね、ちょっと、やりたいな。あと、その、指輪物語の中の、ペレンノールの決戦っていう。シーンではい,はい,、はい、それを再現する。再ができるのは個人的には、超盛り上がります。そんなコラボやってるんですか。やっ,すやってます、やってます。これは完全に、あの、指輪物語の財団と、あの、ライセンス提携してやってるので。<ー>の普通に。 アラゴルンとか有名なキャラクターとかあとナ,ナズグールがやっぱかっこよくてかっこいいです、ね、ナズグールのミニチュアとか超いいですまあかなりそのどちちかというと映画のフレーバーをから引きずられてるというか引きずられてる見た目は映画っぽいですね映,映画のライセンスで撮ってるものなんでっていうのもあってゲームズワークショップはそうやって展開してますけどまあもちろんウォーハンマー以外にも世の中そのこの同時アンドのミニチュアゲームっていうのはいっぱいあってまあいろんな世界観があってそれぞれみんなあるんで まあそれぞれぞ、まあ、ちょっと残念ながら日本でまだまだそんなシェアが大きくないので対戦相手を見つけるのは大変かもしれないですけど、うん、大ハマじゃないゲームもいっぱいあります。うん、であと、ライセンスものも例えば「スター・フォース」とかあ<ー>あそういったもののライセンスもあったりします。あと最近だとマーベルのやつがここもちゃんと大きく出るあ。じゃあ,、まあその辺は自分の好きなライセンスっていうか IP から始めるのが一番簡単ですけどね,ですね大ハマはかなり大きくてプレイヤーもいっぱいいて。 っていうのもあるのと、あとは世界観がすごくその濃厚濃厚なので、まあそういったところをねチェックしてみるのが設定中にはたまんない世界でさ、そうですね。人ぼ町に行けばいいってことですね。まずはね。一番まあ津田さんはでも神保町に行けばいい。あこに行けばね、あの本当にゲームスワークショップの方々は親切で何も知らないんですよって、いやいや大丈夫ですよってすごい丁寧に接ぎます。 ちょっと丁寧に接客されすぎて、申し訳ななくんか1個買っていかないとね、気まずい気分が1個くれますよ。体験でペイントとかね、そういうのもやってますし、もちろんそのイベント結構やってて、ユーザー同士がねその対戦したり、あとはそのイラストっていうか、ペイントコンテストみたいな本当にその意味では、やっぱりそののあゲームズワークショップっていうのを直営で出すっていう、なんか気合い、あれはちょっととんでもなくビビるところで、なんかそういうユーザーコミュニティに対してちゃんとアプローチするという。 いう発想はすすごいい強会社です、ね、あと掘ると掘るほど出てくる会社なので<ー>実は直営店でも売ってないものもありましてそ,うそ,うそれでもこれ結構「フォージワールド」って言うんですけどもこれはもうレジンキャストって言ってこれがフォージワールドのミニチュアなんですけどもいっぱいキャラクターある中で全部正規の,の、えー、とキャストとして出せない。 でもやっぱりプレイヤーが欲しいっていうものをフォージュワールドで出してくれるっていうのがありまして正規っつっても正規で出せないっていうのは別に違法なものというわけではないプラスク版ではなくてプラスク版ですよねそういうことですよプラスク版だプラス限定ものとかもすごいいっぱいあるんで要はプレ版ですああそういうことなんですね直営のみが直販で販売するやつをレジンキまあいわゆるガレージキットですね がれきです、要は。じゃあ、たつくの大変じゃないですか、がれきじゃ。曲がってきて、ヘアドライヤーでまっすぐにいわゆる普通のプラスチックのキットじゃ物足りないよという人たち向けのキットとして、奥の深さはこれやばいですよ。しかかも新商品の速さと あとは日本限定とかもやってたりなんで海外のお客さん人望知にいっぱい来てこれがこうなんかそうですねいわゆるテレビゲームデジタルゲームと違うところで一つは対戦相手がまあ生身の相手として必要なんですよインターネットで対戦するっていうのはできなくはないですけど非常に難しいそうするとやっぱり一番簡単なのは直営店なり個人のお店なりでお店に行って 仲間,仲間を見つけてゲームを始めるっていうのはやっぱりやりやすいんですよ。うん、そうするとお店に来てもらう理由として新し,い商品新しい商品が出てくるっていうのは一つ大きいそうはそので、はい、あの要は一気に全部出しちゃうんじゃなくて、うん、ちょびちょびと、ね、ちょっとずつ各州とかで出していくと、うんはいはい、ディアスゴスゴテそういうことなんですね。かつその えーと要は 40K と AOS って別々に分かれてるじゃないですかはい、はい、そのゲームを、まあ、こう完全な交互と決まってるわけではないんですけど<ー>ちょっとずつ出していくと両方のプレイヤーがゲームショップに出入りして、うん、あなんか 40K の新しいのも出てんだねじゃあ 4K の新しいの、うん、出会いがあるんですねじゃあ、うん、なんかちょっと俺ファンタジーしかやってないけど 4K のやつもやってみようかなみたいなことにもなるし<ー>新しいプレイヤーとの交流もあるので、まあ、そういった形で絶やさない。 っていうのが一つの戦略になっているのかなというのがありますね。ありがとうございます。ちょっと時間がだいぶなってきたんで、すごい世界ですからね。永遠に終わらない。また別の機会に何かやってみたいと思いますが、まあ今回はえっとオホーマンの魅力をまあえっとまあいろいろお話聞かせていただいて、まだまだ聞きたいことあるのかもしれないですけど、まあコメントとかで何か聞きたいことがおしたら教えてください。はいはい。さん今回はえっとどうでした。 いや深,す深すぎてまだまだ本当僕多分ね正面浅瀬で,でジャバジャバやってるだけなんでまあとりあえずその神保町のねショップにまずょ一回行ってみましょうかはい私今取材で行ったことあるんですが伊良 <laughs> さんのスタジオに僕遊びたことあるんですけどもう,もうすげえのありますね並ん,でるすか並んでますすげーのえのやっぱそれも伊良、ねね、さんが多分自分で塗られたんですよね、はい、そうですね、うんそうなんですよ はい、ということで、由良さんも、今日はありがとうございました。あと、その、まあ、同じく、ちょっと、そのストラテジーゲーム、ですが、タイニーメタルの方を。簡単にもう一回、あの、ちょっと、宣伝してもいいんで。そうですね、あの、簡単に説明すぎると、ちょっと、あの、やばいことになる。あの、端的に言うと、ターンベースストラテジーの、えっと、ファンタジー設定。ファンタジーだけの、ファンタジー、ファンタジーミリタリー設定の、あの、ゲームです。 よく聞けこれよりニンテンドースイッチで配信されるタイニーメタル巨紅の帝国について作成会議を行いたいと思っておるどうした総長なんだか朝から騒がしいなこれはこれはボルフラム隊長今から重要な話をするのであります手短にな本格ウォーシュミュレーションゲームの決定版「タイニーメタル巨紅の帝国が」がニンテンドースイッチに登場でありますどんな戦場が待っているんだ まず大きな要素としてはきれいなグラフィックスから生まれる迫力ある戦闘シーン戦場を駆け巡る豊富なユニット市街地はもちろん砂漠や雪山マップでも戦闘が繰り広げられますプレイヤーの戦略が試されるなそれだけでなくオンラインマルチプレイモードでは世界中の戦友たちと熱い対戦バトルが行えますぞおおそれは興味深い さらに注目すべきポイントはなんといっても人型兵器ユニットの登場これには私も胸が躍ります私も乗れるのかもちろんでございます選べるミッションも各モード合わせて100種類キャンペーンモードでは戦場に生きる生士たちの物語が描かれるのであります <laughs> それは先が気になって眠れないなそしてそして 我々豪華声優陣が重厚なストーリーを熱く盛り上げていきますぞなかなか強気な発言だなところで気になる値段はいくらだなんとなんと驚きの1800円父ちゃん一生に遊びましょうおいどこかで聞いたことのあるフレーズだなこのボリュームでこの価格これは買うしかないな隊長私も買いますので

で、スイッチ集める。はい、あの、やっぱり、その、伊良さん自体は、その、ターンベースとか、そういう戦略ゲームは、もともとお好きだった。もう、大好きです。ですはい。その辺は、ある意味、ウォーハンマーと被ってるところもあ、ね。そうですね。はい。はい。 っていあの、洋平ペンギンさん、ありがとうございました。あの、また、なんか、あの、大浜ネタでも、まあ、あの、映画とかのネタ。でもアメコミ映画とか、いろいろやっておりますので。はい、お願いいたします。ご活躍を期待しております。ということで、今日の、サブカルごちいちぼ、大浜坊でした。ありがとうございました。はい。